か、カエル先輩と朝までいるつもりなんだけど、今日無理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 なんで無理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 じゃないよ。何あげたらどうなるのか。うん、ハートね。はいはい、当たり判定が小さい。あ、これでかい。あ、痩せんねや。セーブ思い出した。二次校でさ、あれはでもホームラン打ってほしかったから筋肉がいるやん。ずっとゴリラゴリラデブデブみたいな扱いしてたの。大丈夫大丈夫。え、そんなことない。今だから言うけど、あのね、カエル先輩が星川のことゴリラとかデブ扱いしてたじゃないですか、うん、キャラのことエゴサで、うん、星川ってもしかしてデブなのみたいな。あーじゃない、あーじゃない。でも言ったよそれ、うん、星川気にしてたから、はいはい、星川のリスナー本当に星川のこと思うんやったら言わんといてね。いや、ちょデブじゃないよデブじゃないよって言うんですよ。言わんといてでしょ、デブじゃないよって。何笑ってるんですか。デブじゃないってそこを否定してほしいんですか。勘違い。だってそう、ね、なんかみんなが仲いい楓先輩だとガチ感が出るじゃないですか。確かに分かってるでしょ。ごめん、痩せてます。よし、ケルベロス所属のチミ毛量